芦原義信は、日本の建築家。ソニービル、東京芸術劇場などの作品で知られる。また、街並みの美学で、いち早く都市景観の重要性を述べた。東京府生まれ。府立一中、旧制成城高校を経て、1942年、東京帝国大学工学部建築学科卒業、技術士官として海軍に入る。1945年、坂倉順三のアトリエ系建築設計事務所に入所。1953年、ハーバード大学大学院で修士号取得後、マルセル・ブロイヤーの事務所に入所。1956年、芦原建築設計研究所を開設。1959年、法政大学教授。1961年、工学博士。学位論文の題は、建築の外部空間に関する研究。1965年、武蔵野美術大学教授。武蔵野美大では建築学科の創設に関わった。1970年、東京大学教授。1979年、アメリカ建築家協会名誉会員。同年、東大を定年退官。1985年、日本建築学会会長。1987年、王立オーストリア建築家協会名誉会員。2003年、東京大学名誉教授。その他武蔵野美術大学名誉教授。日本芸術院会員。日本建築美術協会会長。オリンピック、駒沢体育館、管制塔、ソニービル舞踊家の俵江亮は42位。母方の叔父が、画家の藤田嗣治。同じく母方の叔父で嗣治の兄、嗣雄は、陸軍軍人、児玉源太郎の四女と結婚している。劇作家の幼井薫は、母の重邸。小説家の岡田八千代は、母の十枚。長男の芦原太郎、甥の芦原信孝も同じく建築家。なお幼い薫の系類からは、岡田三郎助や立松和平、山中聡や山中隆らと、児玉源太郎の系類からは、木戸幸一や鶴重と、広沢実臣や池田隼人らと縁続きになり、さらには、鳩山一郎、宮沢喜一、小川平吉、杉本はじめ、岩崎弥太郎、鎮西清隆、松山宗安らも、あわらと、縁戚関係になる。ありがとうございます。